哎。 はいどうもちょぶりですということで今日はですねあの最強センターバックがさらに強化されて過去最強強化で登場したということなんとねその選手を僕獲得することができたんでちょっと今日はご紹介していきたいと思いますてことでその選手がはいこちらルーベンディアスですねご紹介していきたいと思いますいや皆さん引きましたでしょうか今週のね4月3日月曜日にねマンチェスタシーガチャクラブセレクションガチャがね登場してたわけなんですけれどもそこにねこのルーヴンディア ディアスがが強化されれてて登場ししききたたたととといいうここででで回引いたんすすけれども無事獲得することができましたねその他の引きはルーベン・ロドリ、ストーンズといった感じで、まあ、正直ね、僕の持っている選手の中だとガチスカに入ってくるのはまあルーベン・ディアスぐらいかなっていうところではあるんですけれども、まあ、ギュンとはン欲しかったんですけどね、まあ、ガチャランキングの方でも、ね、ルーベン・ディアスを1位にさせていただきましたということで、いやこの選手新たなのはめちゃくちゃ嬉しいですね。ということでね、この過去最強強化されたルーベン・ディアスを今日は、ね、使っていこうかなっていううに思うんですけれども、早速ね、レ和努力して見ていきたいと思います。 はい。いてことで、こちらがルーベンディアスのレベマ能力士になります。いかがでしょうかめちゃくちゃ強いですよね。まあ、今回のルーベンディアスのポイントがですね、まあ、レベル上限が22レベルということで、まあ、スタンダードとレベル上限は変わらないんですけれども、もともと能力が強化されているにも変わらず、レベル上限が一緒ってことで、まあ、実質強化っていうところですね。身長は 186cm で、プレイスタイルは変わらずハードプレスですと。で,できるポジションがセンターバックで、他に育成こんな感じでやっていました。165、エアバトル10、ディフェンス10ということで、 まあ、エアバトルとディフェンス重視の完全に育成ですね。正直まあ、もうちょっとディフェンスをね、ガッて上げて、完全にもうディフェンスがめちゃくちゃ能力値高いね、センターバックにしようかなとか悩んだんですけれども、まあ、こんぐらいかなっていうところでね、ディフェンスエンサー95、ボールダッシュは94、アグレッシブネスは95、守備意識は93といった感じで上げました。そして、フィジカルですね、このエアバトルを10上げたことによって、ジャンプも90乗っかって、フィジカルコンタクトも91まで行って、ヘディングも88ってことで、結構競り合いも強いし、 フィジカルもあるしボールもね借り取ってくれるよねということでこれはね能力的にめちゃくちゃ強そうですよね今回瞬発を上げてねスピードを70まで上げましたってことでセンターバックはねそこまで瞬発必要ないんじゃないかなとこれで僕はねスピード最低限70まで上げましたスタミナも83ですねでスキル見ていくとこんな感じでヘッダー低弾道ロブマンマークインターセプトエアバトルサイディングタックルキャプテンシー闘争心ということでスキルも普通にねめちゃくちゃ優秀なんですけれどもやっぱり皆さんねコメント欄とかの非常に多いのがブロー がないいっていうポイントですよねまあこれねどうなのかなっていう感じはするんですけれども僕はねこれまでルーベンを使ってきてあんまり正直ね気にはならなかったんですけれどもやっぱり やっぱりブロッカー欲しいよねとかって方もいると思うんで、まあそういった方ね、やっぱりクリバリとかファンダイクとか、まあそういった選手使えばいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、僕的にはブロッカーがなくても全然ね、ブロックしてくれる気はしますし、本当に強いんで、まあ獲得した方はぜひ使っていただきたいなっていう感じではありますね。で、逆足頻度が高い、精度が高い、波が小さいっていうことで、センターバックでね、逆足も使えて、いも小さいなんで、今週みたいな C 環境で使えるのもいいポイントなんじゃないかなと思います。まあ本当にね、ブロッカーが正直ないこと以外、欠点がない というか逆足も使って内容も小さくてこんだけのディフェンス能力でフィジカルもあってスピードもそこそこあってしかもハードプレスってことで本当に言うことなしなんでねまあスタンダードもめちゃくちゃ強いんですけれどもこのルーベンディアスが過去最強強化で今回ね CS ガチャで登場しましたということでこれはね持っていたら使わざるを得ないですよねはいということで早速今日はですねこのルーベンディアスを使って試合の方やっていきたいと思います はい。ってことで、マッチングの方をしたので、早速ですね、ルービン・ディアス使ってシャの方やっていきたいと思います。いや、センターバックの選手の使用感動画は久しぶりですね。はい。てことで、お、調子こんな感じですね。今回はね、ちょっとクリバリと組ませていきたいなと思います。このハードプレスコンビでね、総合値も99までいきますからね、確か100はいかなかったかなというに思うんですけれども、センターバックでこの現役選手で99ってとんでもないですよね。今回はこの4231みたいなフォーメーションでやっていけたらなと思います。ベンチメンバーはこんな感じですね。 そして、相手の方が、お、相手の方もシティですね。3バックの352ということで、これは結構、まあ強いんじゃないかなと思います。相手の方もルーベンディアススタンダードを使ってます。ということで、これはね、いい勝負になるんじゃないかなと思います。ってことは、早速やっていきましょう。はい、よろしくお願いいたします。ということで、やっていきましょう。いや、センターバックの選手のね、使用感動が久々なんで、まあ頑張っていこうかなというふうに思うんですけれども、まあ今回はどうなんですかね。まあ本当はディフェンス、そんな、まあボールがいかないことが一番いいんですけれども、まあ普通に攻めてね、ディフェンスをちょっと ルーベンとクリバリ使ってやっていけたらなと思います。ここルれベン逃げ、メッシからダブタこうすればいけそう。来た、シューキャン入れて、マイナス、来た、え、いけんじゃないオッケー、はい、ゴールということで。いやなんか思ったよりあっさりゴール取れちゃいましたね。はい、早速先制点ということで、いい感じで点いきましたね。はい、早速やっていきましょうということで、会心を踏んで決めましたね。ちょっとここからしっかり、まあしっかりルーベン使ってるんで、今回は無失点でやっていきたいですね。ここしっかり前から当て,ていって、 でここ切りつつ、うん、真ん中通されましたね。したら、こう、グバルディオル出そうかな。オッケー、ここサイドか。これ、クリバリ頑張って。ナイス、クリバリディフェンス。ちょっとまずい。グバルディオル。ああちょっとルーメン頑張って。弱いな。 今みたいな感じでさ、ルーベンさ、普通にやっぱ足出してくれますよね。今のはスライディングタックなのかどうなのか、ちょっとあれですけども、今みたいな感じで勝手に AI が足出してくれるんで、まあこれやっぱりこのルーベンっていうかディフェンス能力高い選手いいですよね。はい、こうコーナーナイス、落として、はい、これ頑張って、ゴー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 ネイマール早いね。ルーレットギャーかまして、あ、ルーレットじゃない。なんだ今の。出ましたね、ここ。 落ち着いて、足元落として、で、もう一個、で、こっち使って、で、インパクトクロスとかいっちゃうこれ。えー、いけないか。ちょっとクロス出ましたね。クリーバーリ、ちょっと出すぎた。まずいね。ここ、ん、ルーベンいかしちゃまずいな。ルーベン、ここをどうすかなあ、ナイス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 。いい感じで。相手の方がスルーパーさせてくれたんで、取れましたと。で、下使って、ピルロを使いなそう。そしたらなんか、あー、無理だな。 ここ、ビーラー手を。そしたら、逆サイ展開して、ここ、ワン、ツーを読まれてる。ああいうところしっかり読んできましたね。お、ナイス。しっかりルーベン。ここ、裏ケアとで、落ち着いてサイド当てて、立て、ルーレットダブってちょっと雑すぎだな、それは。真ん中切りながら。あーこれ取れないか。きつい。ルーベンで足元読みつつ、クリバリ下げて、ルーベン。おい、ビーラーの、やばくない今の AI。勝手にこうやって刈り取ってくれるからね。やばいよね。ナイス。当てて、 当てて逆サイで、ワンツー。いや、いいよ。で、おえ ?A、えー、ファールないこれ。いやー、これはファールだよね。あ、PK いただきました。じゃあ、これは右かな。しっかり決めていきたいですね。2A まで決めてくれ。OK ーー。これは相手の方がラッキーでしたね。しっかり PK 切れめれました。決めれましたということで、めちゃくちゃ噛んでますけども、ちょっとこれはもうここまできたら失点ゼロで、しっかり。 勝ち切りたいですね。ここしっかり守って、クロス怖いな。ナイス、グバルディオル。グバルディオルも今週特にね、えー、BA 固定なんでめちゃくちゃいいですね。お、これいける縦。ナイス。これ相手の方はディフェンスの枚数が少ない。スリーバックだからか。あ、待って、これラッキー。事故ってる。それ縦いって、シューキャン。ダブッターいけるかな、これ。あー、ちょっと遅れちゃったね。ナイス。当てて、落として、ここ使って、ここ使うといいよって。マッペいっ、えー、なんか、なんでメシとネイマールが、 なんかちょっと笑っちゃってるよ。これしたらしっかりカウンター阻止していきたいね。ネイマルで真ん中切りながらしっかりディフェンスして、オッケーいいね。趣味も結構このフォーメーション硬いですね。当てて、ここ使って、ポンポン。あー、無理か。うーん、したら真ん中ルーベンで切りつつ、あルーベン頑張れ。あー、ルーベン行かせよっか。ルーベン追いつくかな、これ。意外といけそうですね。ナイス。したらここ逆災気にしつつ、切りながら、うぅ。しっかりかわしてくるんだ。ぶね。ナイス。したらここキーパー投げて、 落として、こっち使って、落として、で、縦一回当てると。で、そっからの、ここですね。いや、いい崩しじゃないと、ついて、ダブルタイ入れて、今回カ、えー。え食いついてこないか。ちょっと雑だったかな。ここ、怖いね。ナイスビエラ。真ん中しっかり切って、当てて。で、ここ走ってきてくれたとこ。いや、ここでファー。いやー、ループでよかったな。めちゃくちゃ、ちょっと迷っちゃった。あー、ここカウンター怖いっすね。ここピローでしっかり、当たりに行きつつ、頑張れピロード。 あー、ここ、グバルディオールナ。ナイス、ナイス、ナイス。いいディフェンス。当てて、立て。いい感じで結構守れてますね。ここ、中、台でいけるかな。あー、触れちゃうか。ナイス、スキア。えー。ここ、ルーベン読む。真ん中、切りつつ。あー、出さないんだ。ワイドしっかり見てるな。これ、ちょっと、グバルディオルいけそう。うん、頑張るべっもうルーベン、いい下がり。いや、ナイス。ルーベン、しっかり下がってきてくれましたね。まあ、足もこんな感70ぐらいあればね、スピードも割と十分な気しますけどね。 相手まだ、ディフェンスの枚数めっちゃ少なくないこれ、今回いけるえぇ、ー、腰めっちゃひねってるし、めっちゃナイキじゃないルーベン頑張れ。いや、ルーベンナイス。ここ、オッケー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 ,ッケーえー、きついか。ここは、トラップして、こっち使って、で、中使って、こっちに、えー、無理か。マジか、強いね。これ中しっかり切りたい。おおラッキー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 。縦当て、て落として、ラスト前半攻撃機構あるね。こっち使って、縦当て、れないか、マジか。 うんー、しら中、切りつつ。えー、トラップするめっちゃ対応してくるな。うまいな。ルーベンディアス、頑張れ。ルーベンディアス、切りつつ、クリバリ逆、逆、え、再、ー。うーん、頑張れ。これ、怖い。OK、OK、危ねえ。 はい、これ、前半終了ですかね。前半2対0ということで、まあ、いい感じで守れているんじゃないでしょうか。後半もね、しっかり守っていきましょう。はい、後半やっていきましょう。よろしくお願いいたします。ということで、前半ね、0で抑えられたんで、これはもう、無失点でやっていきたいですね。この2人使えば、もう失点するわけなくね、ということで、集中してやっていきましょう。こうグバルディオル。当たり行きつつ、ネイマールでも切っていきたいね。あ,あ、ナイスネイマール、頑張れ。うーん、こ怖い、クロス怖い。おぉ、相手のこと上げてこないねオ。オッケー、オッケー、オッケー、ナイス、頑張れ。え、オッケー、出てない。ナイス ビエラから逆さえいけるこれ。ナイス飯。したらここを使って、いいよ。当てて、ここ使うといいっすね。で、もう一回なんか使え、いやー、読んできてるな、相手方。読んできてますねしたらこれ中ビエラで切りつつ、めっちゃトラップするやってこない。お、ラッキーマイボー。したらここ、ああミスってる。ナイスベっけ縦当てて、こっち。そしたらこっち。OK。で、落ち着いて、ニアー。オッケーえぇ、ー、なんでちょっと、落ちて。落ちて。待って、なんで。 <laughs> なんで今の外すんだよ。マジ、そんなゲージ俺強かったから。ナイス当てて、あー、ここいけそう、スルーパス。あー、無理か。縦、当て、落ち着いて、ナイス落ち着いて、こっち、向いて、あー、落ち着きすぎてるか、ちょっと。当てて、いやー、無理か。このサイドバック上がったカウンターまずいね、これ。怖いな、これ。クリバリピールを下げたい。あー、ビエラで頑張って、サイバーの位置ケアして、中、規律、縦では怖いね。オッケー、ナイス、読んでます。オッーケー、オッーケー、オッケー、オッケー。 二丸、ね、るここでちょっと浮かして、で、ここを使ってあげると。で、当てて、こっち。で、もう一個こっち使って、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 今回。完璧じゃないいい感じの、この流れるようなゴールで、3点目。いや、これはかなりいいですね。いや、この時間の3点目はマジでめちゃくちゃでかいよ。かなり勝利に近づいたんじゃないかなと思います。もう、あとは無っ点で、ね、勝つのみですね。ルーベン頑張れ。ルーベン当たりって、ここも、 サイド任せて、ベッケン。ナイス、ベッケン。ルーベン、立て。いいですね。さここ、落ち着いて。ナイス。落ち着いて、ここをキープして、中使って、もう一個当てて。頑張れ。メッシ。おナイス。落ち着いて。いいね。多いよ。ナイス。うーん、逆さ空いてる。3バークだとマジで逆さ空くな。当てる。もう一個。ああちょっと、思うようにいかなかったね。真ん中切りつつ。うん、こっち別件、ベッケンバウは、 行かせつつやなぁ。ここ、マッチアップしっかりして、中、ケアしつつ。あ、うまいまっつい、怖っこ,これ怖いこれ怖い危ねえ。ちょっとスパサブ陣営入れていきますか。ST で孫ミン入れて、今回ロマーリオをちょっと CF でいきたいね。で左にレアオン入れて、右にウィングでコレア入れて、で、ボランチンところに中田選手入れて、で、DMF にキミヒということで、あれ 6名交代しようとしたわ、俺。とんでもねえことやろうとしたな。はい。じゃあ今回、キミヒはね、入れずにこの5枚交代しやっていきましょう。はい。ちょっとスパーサーブジーンを入れたんで、さらにもう1点以外ちょっと得点決めていきたいですね。守備は無視点でやっていきましょう。ここ、まずいよ、早速、この奪われ方。まずい。これ、ルーベン行かせるしかなくねえかえー、怖っ。アップネナイス。ルーベン。えー、ちょっと怖すぎ。ナイス。えー、ちょっと、ちょっと、待って、無視点って言って。 だのに。いや、やっぱりクロス上げられたらなんか起きちゃいますよね。まあ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 、ちょっとね、クロスからの失点なんで100歩譲って、まあちょっと切り替えてやっていきましょう。ここナイスナイスナイス。ちょっとスパサブ人入れたんで点取っていきたいですね。おっついて、これやることがめちゃくちゃある。丸。あー、無理か。逆にさ、ああいう今みたいなシーンにさ、やることが多すぎてさ、やれることか、やれることが多すぎて、何やろうか迷っちゃうパターンないですか俺よくあるんだよな。 ここあ、ナイス。落として、こっち、こっち。あれマジか。あ、ナイス。頑張れ。うーん、前世、はめていきたい。あ、ナイス、ビエラ。当てて、立て。ホーキン・コレア。落ちてて。おー、読まれてる。ナイス、立て。で、落として。中田選手。落ちいて。いいよ。あー、無理か。ちょっとマンボランチ頑張ってビエラ下げていこう。オッケー、オッケー、オッケー。ここで下げて、真ん中切りつつ。オッケー、オッケー、いいよ。相手の方しっかり遅らせてる。 ここ、ビエラいけないかあ、レオンいける。ナイス、レオン。で、サイド当てて、ここ、ワン、ツー、無理かあ、えなんかいけたぞ。落ち着いて、ダブっタ、シューキャン、で、こっち。ええーマジか、相手まだ割とクイズで来ないね。あ、マッツい。あっね。え、ちょっと怖い。頑張れ、めっちゃ下がってる。中田がめっちゃ下がってる。ペッケンバー落ち着いて。あー、ちょっと怖い。これ逆、落ち着いて。ええー、ルーベン。ナイス、ルーベン1試合通して1試合使えそうっすね。やっぱスタミナ、 まあ、八さんあったら、まあ、結構センターバックの中では低い方ではないと思うんで、いい感じな感じしてますね。ここレアオンで、あ、ソフ見いける。で、シューキャン。ここもクロスいこうか。はい。オッケー、えー、めちゃくちゃかっこいいじゃん。何そのシュート。いやー、ナイス、これ4点目と。ラストがラスト。ええー、これちょっとめちゃくちゃミトマドリブルされてる。めちゃくちゃ再現されてる。オッケー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 ,ッケー,ッケー。そこはさせないと。ナイスよく、役ラスト終わるよ、これ、この木。縦、いけるこれ。 ホーキン、これや。いや、ええー、行かせてくれないんかいはい。えー、てことで。 正直そこまでルーベンディアスの見せ場っていうのはあまりなかったんですけれども、まあ1失点だけしちゃいましたよね。いや、ここがなければ本当完璧だったかなっていうところだったんですけれども、まあ2、3回くらいかなルーベンディアスでボールを奪えって、今ブロッカーはないですけれども、ボールもね、しっかりスライディングタックルかな、えー、ボールも真ん中に奪ってくれるんで、個人的にはルーベンね、かなりいいんじゃないかなと思います。シュート4を打たせちゃいましたけど、まあいい感じで守れたんじゃないかなと思いますね。はい。えー、てことでこんな感じでイフトボールドを上げてますので、ぜひよろしく皆さんコメント、高評価、チャンネル登録、 登録、ぜひぜひお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。